日産が2007年東京モーターショーで出品したラウンドボックスは、これまでと全く異なる新しいアプローチで移動の楽しさを提供するオープンコンパクトカーです。この車のコンセプトはですね、最近若い方というのは車に興味がないので、そこに新しい車を提案したいということで考えました。でこの若い方というのは、最近大事にしているのが友達、仲間、携帯、まあ、あとはゲームをしたり、それからいろんなことを体験したいということを非常に思っております。そういう方に向けて提案したのがこの車になっています。それでどういうことを考えたかと言いますと、その若い方が仲間、友達を非常に大事にするというところに注目いたしました。それでその仲間の方を大切にしたいということで、同じようなシートのデザイン、スペースを与えます。さらにそれを大きなキャビンで包むことによって、仲間の人たちに退屈な思いをさせない、非常に、気持ちよく過ごしていただけるということを提案しました。エクステリアはオープンなアッパーキャビンエリアと丈夫なローワーボディを組み合わせたデザインで、タイヤはビークルのコーナーに設置され、インテリアスペースを最大限に拡大し、安定性も向上しました。ルーフは3分割で脱着可能で、取り外したルーフはトランクに収納できます。4シーターのコンセプトカーは、環境に優しいターボチャージャー付き直噴ガソリンエンジンとエクストロニック CVT を搭載しています。またドライバーと他の乗員の間でキャッチボールディスプレイと呼ばれる画面を通して、さまざまな情報のやり取りや共有が可能です。さらに外部に取り付けられたワイドアングルカメラで車外の様子をアラウンドビューモニターに映し出すことも可能です。ラウンドボックスのサイズは全長 3.65m、全幅 1.75m、全高 1.53m となっています。Digging for News.